はい、どうもこんにちは。今回のテーマは熱気球です。熱気球の大概の問題は熱気球の周りの大気の条件が変わらないんですが、今回は熱気球が上昇するにつれてですね、周りの大気の密度や圧力がもちろんですが変わってくるんですよね。それを踏まえての問題になってますので、少し難しい問題になってますが、一緒に頑張っていきましょう。はい、それではやっていきましょう。いつものように問題は概要欄にリンクを貼っていますので、一度問題を解いてからまたこの動画に戻ってきてください。はい、それではですね、概要から説明していきたいんですが、今回熱気球をねただ飛ばしていく、まあ力の強いからねいろいろ考えていく問題になってるんですけど、中の気体と外気ですね、大気との比較をしていきましょうというところなんですね。で、今回問題の条件でしっかり見ておいてほしいところがここになっていて、ちょっと読ませてもらいますね。空気は断熱性が良いので、大気中の空気のゆっくりとした移動は断熱変化とみなすことができる。今こうした断熱変化を繰り返した結果、大気の圧力や温度は高度によって決定されるとしましょうと。なので大気の温度変化については断熱変化ですよと、いわゆるこのポアソンの関係式が成り立っているというところなんですよね。そのことを頭に入れてね、問題解いていってほしいんですが、まずアからやっていきましょう。アは何かっていうと、大気の圧力を求めていきましょうというところなんですね。で、これはまだもちろん比較するものがないわけですから、ポアソン式なんか使えないんですけども、まあ気体です R をね、使ってもいいということが与えられてますから、まあ状態方程式かなというところですね。はい、じゃあ大気の求めた圧力を P0 としてあげて、体積わかんないんで適当に V0 としてあげましょう。じゃあ物質量モル数いくらになってるかというと、空気1モルあたりの質量が W というふうに与えられてますから、そして密度もねロー0と与えられてますから、密度かける体積でこれで質量が出てきますからね。なので1モルあたりの質量で割ってあげることによって物質量モル数が出てくるというところですね。あとはまあ温度が T0 気体定数代入してあげて計算してあげると圧力が計算できるというところですね。はい、では続いて E 行きましょう。続いて E はある高度における大気の温度が T でしたよと、その時の大気の圧力を求めていきましょうというところですね。先ほどね説明させてもらいましたけど、大気の温度変化とか圧力変化については断熱変化だと言えるので、ポアソンの関係式使っていいですよと言ってるようなもんなんですね。ここのところからわかるというところでした。なのでポアソンの関係式を使って問題解いていきましょうと。ただ今回ね、ポアソンの式をね、そのまま使っていくと結構大変なんですよね。PV のガンマ乗が一定ですから、P と V の関係式なんです。今回何を求めていきたいかっていうと、温度 T が分かってて、圧力 P を求めていきたいんですよね。で、ポアソンの式のもう一つの形で、式のもう一つの形で TV のガンマ引く1乗が一定である。これも使えるかなと思った人いるかもしれませんが、結局体積分かってないですが、これも関係ないんですよね。なので P と V の関係式から V を求めて、状態方程式から T との関連性を出して、そこから圧力 P を出していくっていう問題になっていくんですね。だから結構大変な計算になるんですが、そもそもですね、 P と V の関係式だから温度が分かっててもどうしようもないということなんで、これをですね、無理やり P と T の関係式に導いていくってことをやっていきたいなと思います。はい、じゃあ状態方程式使っていきましょう。V を使いたくなかったんですよね。V を T が分かってるから、温度 T が分かってるから T を使って書き直していきたいので、V を状態方程式から P 分の nRT としておきましょうと。じゃあこれ整理していきましょうか。P の1乗かける P のマイナスガンマ乗ですよね。なので P の1引くガンマ乗。で、温度 T がありますから、ここはガンマ乗ですね。あとは nR がありますから、nR のガンマ乗。もちろんこの nR ってのはこれ定数になってますよね。はい、よろしいですかね。なので P の1引くガンマ乗かける温度 T のガンマ乗ってのは、定数かけた結果定数一定になってるってことから、この部分が一定になってるということがわかるんですね。はい、よろしいですかね。なので P の1引くガンマ乗かける T のガンマ乗が一定であるってことを使ってあげると、今圧力 P は分かりません。 P と置いておきましょう。温度 T は与えられてますね。なので P の1引くガンマ乗かける T のガンマ乗が一番最初、地表面における大気と同じなんですね。圧力が P0、 さっき求めたやつでしたね。それの、ここ間違ってますね。1引くガンマ乗ですね。はい、あとはかけることの T0 のガンマ乗になってるんですね。で、圧力 P を求めていきたいので、両辺 P0 の1引くガンマ乗で割ってあげて、さらに T のガンマ乗で割ってあげると、
1引くガンマ乗左辺ですね、左辺は1引くガンマ乗でくくることができるし、右辺もガンマ乗同士になってますからね、分母分子がガンマ乗同士になってますからガンマ乗でくくることができますよと。じゃあここからここの乗数ですね、乗数1引くガンマ乗で割ってあげることによって右辺が1引くガンマ分のガンマ乗になりますかね。そこから圧力 P がこのように計算できるというところですね。で今回ね P0 が与えられているものではなかったので、この値ですね W 分のローゼロ RT0 をここに代入して、それで OK ですね。はい、では続いてウいきましょう。同じコードですね、あるコードにおけるその時の密度を求めていきましょうということなんですね。で密度の求め方としては、基本的には体積が何倍になるかっていうのを考えてあげたりですね、体積が2倍になったら密度は半分ですよね、体積が半分2分の1倍になったら密度は2倍ですよね。なので密度は体積に反比例しているはずだから、体積が何倍になってるかってことを考えてあげたらいいんですよね。じゃあ今回は温度が T になったってことが分かってるんですね。断熱変化において温度が T になった。ポアソンの式しか与えられてないけども、これ圧力 P が与えられてるんですね。T 温度ではないんですよね。じゃあもう一つの式ですね。TV のガンマ引く1乗が一定である。もう覚えておきましょうね。これを使ってあげると、T と V の関係式が出てくるから、ここから T と T0 を使ってあげて、体積が何倍になったかっていうのが出せるんですよね。はい、じゃあそのまま計算していきましょう。今の温度が T で体積が V' に変わったとしましょう。V' のガンマ引く1乗。もともとが温度が T0 で体積は V0 として考えていました。なので T0×V0 のガンマ引く1乗ですね。はい、じゃあ V' が V0 の何倍かを求めていきたいので、V0 のガンマ引く1乗で割ってあげて、ガンマ引く1乗でくくっておきましょう。T も右辺に持っていきましょうか。T 分の T0 ですね。はい、じゃあここから V0 分の V' を求めていきたいので、両辺、ガンマ引く1乗分の1乗倍してあげたらいいだけですよね。はい、なので V' が T 分の T0 のガンマ引く1分の1乗かける V0 になっているということですね。じゃあ体積が今こんだけ倍になったということが分かったんですよね。じゃあ先ほども言いましたけど、体積が2倍になったら密度は半分でしたね。要するに反比例してるってことから考えてあげたら、今体積が何倍、2倍になったら2分の1倍ですね、3倍になったら3分の1倍ですね。なので体積変化のマイナス1乗倍してあげたら密度が出てきますよということですね。はい、なので今回の密度はロー0かけるこの値になってるということなんですね。であとね、よくね問題集とかでも出ている公式をちょっと使っても考えていきたいんですが、まずここですよね。まず R でこの式が出てるんですが、ここから少しね式変形をしていきたいなと思います。はい、よろしいですかね。ローと T0 を左辺に持っていきました。なのでロー 0T0 分の圧力 P0 っていうのが W 分の R なんですね。 W っていうのは気体分子 1mol あたりの質量でした。 R は気体定数ですから、両方とも定数ですね。気体の種類が変わらない限り同じ値です。なのでこれ一定になってるんですね。なので密度×温度分の圧力が一定になっているということが今回わかるんですね。これを今回この U で使うこともできるんですね。はい、よろしいですかね。最初の大気付近ですね。大気付近では密度がロー0、温度が T0 で大気圧 P0 だったんですね。それが上空になると密度がロー、温度が T、ここを与えられたんですね。大気圧が P になってたんですね。でここの P の値が今さっき E で計算したやつなので、代入して計算してあげると、もちろんここでも同じ値っていうのが出てきます。なのでね、この公式ですね、密度×温度分の圧力が一定になっているっていう式を、まあ、ここで出てますか、これを導入してっていうのはなかなか難しいので、覚えておいてもらってこの式を出すか、まあ、単純にね、密度は体積に反比例してるでしょっていうことからね計算してあげても、どちらでもいいかなと思います。はい、それでは括弧2番やっていきましょう。括弧2番は熱気球がねまだできてなくて、この気球の部分って言ったらいいんですかね、ここがぺっちゃんこになってたんですね。このぺっちゃんこのところに大気を熱してですね、 T1 ケルビンにしてあげて、その大気を吹き込んでいってあげたということなんですね。で大気を熱してあげたわけですからね、だからここに T1 になった大気っていうのは、これは断熱変化じゃないからね、熱を上げて T1 ケルビンにしてるってわけですから、これは断熱変化じゃないです。いいですかね。だからポアソンの式は使えないです。はい、じゃあ今ある体積まで中に暖かい空気を入れてあげると気球が浮かび始めました。要するに力が釣り合ってますよということなんですよね。でその時の体積を V1 としてあげて、 V1 を求めていきましょうというところなんですね。じゃあまずは浮かび始めた、静止していたところから浮かび始めたということですから、力の釣り合いですね、物体に働く力をしっかり考えてから見ていきましょう。はい、よろしいですかね。力正確にかけたでしょうか。まずは重力ですね、気球のこの気体部分の以外ですね、装置の部分の重力でラージ MG で、この中に気体がありますから、この気体の密度をロー1としてあげるとロー 1V1G ですね。
あとは外の大気がローゼロですよね。地表付近ですから密度がローゼロになってますから、ローゼロ V1G ですね。この3つの力の釣り合いですから、この式が出てきているというところなんですね。ただ今回ロー1の値が分かってないですから、ロー1をしっかり求めていかなきゃいけません。で、先ほども言いましたが、大気を温めてあげたってことを言ってますから、断熱変化ではないですからね。なので今回はポアソンの式使わないでくださいね。なのでボイルシャル速使って考えていきましょうと。ボイルシャル速使ってあげると、地表付近での大気の温度は T0、 圧力 P0、 体積適当に V0 としてあげましょうと。それを温めてあげて温度を T1 にしてあげたんですね。で、もちろん地上付近ですからね、同じ圧力になってますから P0 で、体積が増えたか減ったか分かんないですけど、増えたとして V1 としてあげましょうと。で、ここから V0 分の V1 が V0 もともとの何倍になったかってことが分かるんですね。で、さっきと一緒ですね。密度は体積に反比例するってことが分かってますから、体積が2倍になったら密度は半分、2分の1倍になるということでしたね。なので、もともとの密度ローゼロに対して体積何倍になるかというと、 V0 分の V1 倍になったので、それの反比例マイナス1乗倍されますよということなんですね。はい、なので T0 分の T1 かけるローゼロが今のこの中の気体の密度になっているということなんですね。もちろんですが、さっきここで出したこの関係式も使えるんですよ。ロー T 分の P が一定っていうのを使ってあげると、ローゼロ T0 分の P0 イコール今の密度ロー1、温度 T1、 大気圧は一緒ですから P0、 それを使ってもここのロー1っていうのは出すことはできます。まあ、どっち使ってくれてもいいですけどね。ロー T 分の P が一定ってことを覚えてもらって、それ使ってくれてもいいですし、当たり前のことを使ってね、考えてくれても良いかなと思います。はい、じゃああとは代入していくだけですね。ここで得られた式、丸2式を丸1式のロー1に代入し上げて計算してあげると、ここでの体積 V1 っていうのが出てくるということなんですね。はい、では大書きと続けてやっていきましょう。大はまずですね、体積を V までね、温度 T1 の空気を入れていったんですけども、その時の物質量を求めていきましょうということなんですね。で、密度がね、先ほど気球内の気体の空気の密度がロー1で計算できていますから、密度かける体積でね、体積が与えられてますから質量が出てきますから、1モールあたりの質量で割ってあげると、そのままモル数が出てきますよね。あーでやったやつですよね。はい、じゃあ続いてカーやっていきましょう。カーはこの N モルの空気気体がですね、もともとの大気の状態、温度 T0 の状態から T1 になるまでにどれだけの熱を与えられましたかっていうことなんですけど、もちろん地表付近でね、それがずっとやってるわけですから、同じ大気圧 P0 のまんまなんで、これ低圧変化だと考えることができるでしょうと。なので低圧変化なので、低圧モル比熱使ってあげると NCP デルタ T と出てきますよね。で、あとは今回問題文で与えられているのは低積モル比熱しか分かってないので、マイヤーの関係使って CP が CV たす R に式変形できますからね。はい、よろしいですかね。なので温度変化も T0 から T1 で T1-T0 になってますから、もう簡単にサクッと出てくる問題ですね。はい、キーもめちゃくちゃ簡単ですよね。内部エネルギーが低積モル比熱使って NCV デルタ T と表せることだけ知っていれば、もうそのまま代入していくだけですかね。 O の答えと温度変化 T1-T0 を代入するだけですから、非常に極めて簡単な問題でしたね。はい、それでは括弧3番やっていきましょう。まず括弧2番でですね、この気球に空気を外から入れてあげてですね、温度は温めた空気を入れてあげて、体積 V1 になった時にちょうど浮かび始めた、力が釣り合ってた状態だったんですよね。そこからさらに温度 T1 の温めた空気をさらに入れていって、体積をもっともっと増やしていったので、浮力が増えていくんですよね。なのでプカ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 浮いていきますよということでした。それがどんどんどん高いところまで行った時に、また静止した、高度が変わらなくなった、要するに力が釣り合ったということなんですね。じゃあ力の釣り合いの式から考えてあげると、働く力重力 mg ですよね。そして周りの大気の密度が地表付近だったからローゼロになったんですけども、ローゼロじゃないかもしれないですよね。もう変わってると思いますから、それをローとしてあげましょうと。で、このローについてはある高度における密度ということで、ウーで計算してたんですよね。はい、よろしいですかね。なのでここの浮力を決めるロー、大気の密度ローについては、もうこの式から代入して計算していきましょうと。あとはこの気球内の重力ですね。先ほどはロー 1V1G だったんだけども、今回はモル数、物質量が N で、1モルあたりの質量が W ですから、質量が NW ですね。なので重力加速度 G かけてあげたら重力 G が出てきます。 N の値はここで計算できてますから、計算してあげると T の値がこのように求まってくるというところなんですね。はい、じゃあ続いていきましょう。で、この上空に至るまでなんですが、ここで空気が外に出ないようにね、栓をしてたんですよね。で、その栓を外しましたと。
線を外したけども結局高度が変わらなかった、要するに静止したまんまだったということになるんですよね。なので周りの大気の密度は変わらないですから、浮力の大きさも変わらないし、気球の装置の重力も変わるはずがないですから、結局中の機体の質量これも変わらないまんまだということなんですよね。はい、よろしいですかね。なのでここはもう何も変わらないんですよと。なので物質量、ここに入っている物質量は変わらない。物質量が変わらなかったらもちろんボイルシャル速立てることができますよね。でボイルシャル速立てる中で一体何が何に変わったのかっていうのを見ていかなきゃいけないんですけども、まず温度がいくらか違う温度に変わったかもしれませんよね。 T2 ですね。体積は変わらないですね。体積は V のまんまです。じゃあ圧力いくらになったかというと、ここがですね空いたということは大気と同じ圧力になっちゃいますから、大気の圧力がいくらかなんですね。ここについてはこれ E で計算してるんですよね。はい、よろしいですかね。 E で求めた結果から T0 分の T のガンマ引く1分のガンマ乗かける P0 が大気の圧力だと分かってるんですね。ただ注意してほしいのは、ここの T の値がここですね、空で求めた値だってことも代入しなきゃいけないんですね。はい、よろしいですかね。空で大気の温度がね、この温度の時ってことが分かってますからね、その温度代入していきましょう。で最後計算してあげると T2 の値がこのように出てくるというところなんですね。ちょっと先ほどここ T0 と書いてましたが T1 の間違いでした。はい、じゃあ最後こういきましょう。最後この問題なんですが、この T2 が T1 に比べて大きいですか小さいですか変わらないですかという問題なんですね。で問題文にも与えられてますが、このガンマ比熱比っていうのが1より大きい値っていうふうに与えられてますから、この括弧の中身が1より大きいものだったら T1 よりも T2 の方が大きいということになりますね。この括弧のガンマ乗が1より大きくなりますからね。逆に括弧の中身が1より小さかったら T2 の方が小さいということになるんですね。なので括弧の中身をしっかり議論していきましょうというところなんですね。はい、じゃあまず第1項の議論からしていきましょう。もともと地表付近の大気の温度は T0 だったんだけども、それを熱して T1 にしたってことを言ってるんですね。なので T0 と T1 どっちが大きいかというと、熱したわけですから T1 の方が大きいですよね。なのでこの値っていうのは T1 の方が大きいですよと。はい、じゃあ続いて第2項見ていきましょう。ρ0V と M の比較していきましょうということなんですね。両方とも G つけときましょうか。ρ0VG、MG の比較していけばいいですね。体積 V になった時に浮かび始めていったんですよね。その時の浮力が ρ0、今 V1 になってますけど V で浮かび上がってますから ρ0VG なんですね。その時の重力が MG なんですよね。どっちが大きいから浮かび上がったんですか？もちろん浮力の方が大きいから浮かび上がったんですよね。なので ρ0V の方が M に比べて大きくなってるんですよね。なので第1項も第2項も1に比べて小さな値になってますから、これを1より大きいガンマ乗してあげるともちろん1より小さな値になりますから、 T2 と T1 比較してあげると T2 の方が小さくなるということなんですね。はい、今回は断熱変化を用いた熱機関の問題を扱っていきました。次回以降は熱機関の問題に入っていこうと思います。この動画が良かったなって人はぜひ高評価、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。